はい、本日はですねこちらノースフェイスのマウンテンジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。でこれがですね僕昨年買ってちょうど丸1年使用したんですけども、まあ、使ってみて分かったところとかお話はしていきたいんですが、このノースフェイスのマウンテンジャケットっていうのはですねもう無敵で最強のジャケットになってるので、まあほんま北斗の拳でいうところのもうラオウみたいな感じなんですよね。だからこのジャケットさえ持っておけば、まあ間違いないみたいな感じになってるので、まあ、これに相反するのは何か、ケンシロウタイプは何かって言われるとちょっとまあわからないんですけども、まあ、とにかくこれはラオジャケットって言えるぐらいもう無敵のジャケットになってるので、まあ、僕も個人的に去年好きで買ってるんで、まあ思いはいろいろあるんですけども、まあ、実際それを使ってみてじゃあどうやったんかっていう話をしていったりとかしていきたいなというふうに思うので、まあ、今日の流れとしてはですね、使ってみてどうやったかっていうところのお話と、で次はですねサイズ感とかのお話をして、でその次にデメリット、やっぱ使っていくことで分かることってあると思うので、最初買った時はあんま思わなかったんですけど、使ってみたらちょっとこれあるなみたいな感じがあって、で最後におすすめの人ですね、まあそんな感じの順番でお話しさせていきたいなというふうに思うんですけど、まあ基本的に最初言ったみたいに、まあラオジャケットって言ってるぐらいから結構こういいとこが多いんですよね。てかほぼほぼいいとこになってるんですけど、まあそういうのを1年間使ってみたっていう感じでお話はしていきたいなというふうに思います。まあ、まずですねこれがマウンテンジャケットっていうことで2020年も出るモデルにはなってるので、まあ基本的にはサイズスペックとかは変わらないままになってるので、まずポケットから見ていきたいなと思います。でまあディティールですね、外側のディティールとしては、まあこのノースフェイスって僕の場合これブラックで買ってるので、まあ本当に切り替えとかもないんですけど、こう色のあるタイプとかやったら切り替えがまた出てきたりはするんですが、外のポケットが2箇所、まずこの、この脇のところですよね、脇のところのポケットが1箇所ともう1箇所で、次はこのジップを開けた内側にも2箇所あるんですよね。ここに1箇所で、こっちにも1箇所あって、外側のポケットに関しては結構普通のジップなんですけど、この内側のポケットっていうのは防水というか止水用のジップになってて、あれなんでこんなところに内側に止水のジップ使われてるんやろって多分思い張る方もいらっしゃると思うんですけど、これがまたよう考えられとってっていうのも何かというとですね、こういうジャケットって中になんかこうインナーを着ることが多いんですよね。でまあインナーってこういう T シャツとかじゃなくて、例えばこういうインナーダウンとかを中に挟むことがあったりするんですけど、そういう時に例えばこのインナーダウンで歩いてたら濡れましたと、いや寒いからこれ着ようと思った時にこのダウンはビチャビチャじゃないですか。ならこの中の方にこうやってパッて入れた時にこの内側も全部ビチャビチャになっちゃうので、例えばこことかにスマホを入れておけばちゃんと止水ジップやし中に水が入ることがないから、どんな状況でこのジャケットを着てもポケットにあるものは濡れない。だから、まあ、スマホとか濡れたらあかん、電子機器もそうやと思うし、まあ、それ以外にやったら彼女からもらったラブレターなんかも入れても絶対濡れませんし、そういうところまで考えられてるので、だから内側が、止水ジップになってるっていうことで、逆に外に関しては止水ジップになってないっていうことなんですけど、まあ、外はですねこういうフラップって言って上からこう布をかぶさってるので、まあ、ジップが濡れる心配がない。あ、これ外も止水でしたね、すいません、外も止水ジップでしたということになってるので、まあ、ポケットの中に入れておけば中2つ外2つどっちに入れてても絶対に濡れることがないっていう、まあ、1年間使ってても外が止水ジップかどうか知りませんでしたが、これ止水ジップでしたということになってて、完全に濡れないということになってますね。で次の使ってみて分かったところっていうのが、まあ、これは使う前から分かってたんですけど、このジャケットってねもう完全にもうどっからどうやっても絶対濡れへんし絶対に風を通さないし絶対に冷えへんっていうジャケットになってて、まあ、めちゃくちゃすごいんですよね。まあ、なんでそれがそんなこと起きてるかっていうとですね、まあ、外の生地カバー、この生地がさっき言ったジップポケットのところはその止水ジップ使ってるって意味わかるけど、この生地は大丈夫なんていう方もいらっしゃると思うんですけど、この生地も完全の防水になってるので、どんだけ濡らそうが何しようが絶対に濡れませんよっていうようなことになってるっていうのがこのジャケットになってますね。これも1年間ぐらい使用してて、もう冬場秋冬結構使ってたんですけど、それでもこんな感じで見事にもう絶対に濡れないですよね。だから5年経とうが10年経とうが生地が破れさえせえへんかったらもうずっとこの機能は続く、濡れへんし風も通さへん。まあ、それを一言で何っていうとゴアテックスっていう生地になってくるんですけど、まあ、そういった生地を使ってるので、まあ、その辺なんかは使ってみて分かったっていうか、まあ、使う前から分かってたんですけど、まあ、そういうところがいいかなということになってて、で次の特徴がですね、これ使ってて思うんですけど、その
雨入らへん、風通さん、あめっちゃいいやん。やけど秋冬であると思うんですけど、ちょっと運動とかちょっと小走りで走ったりとか、それこそこう前歩いてる彼女追っかけたりとかして、ガーって小走りした時にちょっと暑いなってなる時あるじゃないですか。でそういう時とかは逆にちょっと蒸れてくるみたいなっていうのがあると思うんですけど、そんな時なんかはですね、この僕の大好きなベンチレーションというこの脇のこういう穴があるんですよね。でこれはあの脇毛を見せるためにある穴じゃなくて、脇の中の熱を逃がすための穴になっているので、ちょっと暑いなと思ったりしたら、この脇のとこピュッて開けてあげるだけで、ここから風がふわーっとこう熱がふわーっと逃げていくんですよ。ほんなら、まあ、感覚としてはですね、ほんまにサウナに入ってめちゃくちゃ暑くて、もう隣見たらおじさんも汗まみれやし、横見てもおじいさんも汗まみれやし、もうたまらんっていう時に水風呂に入るみたいな感覚で、もう全てが解放されるんですよね。なのでこのベンチレーションっていうのは、さっき言ってたあの雨とか風とかの逆ですよね。こう風冷たいのから守るっていうんじゃなくて、暑いから逆に解放するっていう機能がついてて、服なのにめちゃくちゃハイスペックっていうか、まあ、そんな感じになってるので、まあ、この辺は良かったなと思いますし、あとそれ以外ではですね、例えばスキーとかスノボーとかウィンタースポーツされる方いらっしゃると思うんですけど、そういう方とかも使えるんですよね。これなんで使えるんかっていうと、これスキースノボー用の機能も搭載されてて、おいおいどんだけ機能搭載されてねえと思うと思うんですけど、この中にですねピュッて開けてみると、ここになんかビラビラがついてるんですよね。でこのビラビラ見えるかな見えてないかわからないんですけど、このビラビラがついてて、これ何かっていうとスノーカフって言って、要はこの服着た時にこの隙間から雪とかが入ってくるじゃないですか。まあ、それこそ上手い方とかやったら、別にどんな服パーカー系でも滑り張る方いらっしゃるか、まあいいんですけど、まあ僕みたいにあんまり上手くない系の人いてるじゃないですか。スノボーとかスキーとか一回行ったら絶対こけるみたいな、でちょっと手痛いみたいな、でケツも痛なってくるみたいな感じの人なんかやったら、ここの隙間からこう雪がピュッて入ってきて、あサブってなる時あると思うんですけど、このスノーカフでギュッて止めてくれてるので、あの全然入ってこないんですよね。せやから、まあ、そういうとこまで考えられて作られてるので、スキースノボーのウィンタースポーツやったら普通のスキー用品のウェアよりこっちの方が機能高いんですよ。なので街中でも着れるし、あとウィンタースポーツでも使えるっていう感じにはなってるので、まあ、特に派手めの色ですよね。これはまあブラックやからちょっと街っぽいんですけど、ちょっと明るめの色とか買っておけば、ちょっと雪スキーっぽい感じでも使えるし、まあ、街中でも使えると思うんですけど、まあただ明るめの色はね飽きたりとかするんで、まあまあその辺はどうかなと思うんですけど、まあそれぐらいスペックが高いっていうことになってて、そして次がサイズ感ですね。実際着ていきたいなと思います。これが、M サイズ、これがですね M サイズなんですよね。僕178の65キロで M サイズで、まあこういう袖とかはベルクロついてるから、すぐピュッてやったら自分のサイズに合うんですよ。こっちもほんで、まあ、ここのジップも普通に留めていって、あの真ん中はね翡翠ジップじゃないです、唯一ここだけで、まあこんな感じですね。まあ中にも全然着込めるので、これやったらパーカーも着れるし、でインナーダウンとかこういうのも全然挟めるんですけど、ちょっと普通のサイズ感よりちょっと大きめな感じですね、 M にしては。まあ元々がですね、これ中にあの着ること考えられて元々作られているので、まあ分厚めのパーカーとか僕これ中に入れても全然問題ないし、インナーダウン入れても問題ないって、まあさっき同じこと言ってるんですけど、まあそんな感じのちょっと大きめなサイズ感になってますね。あともう一個ちょっと最初言うの忘れてたんですけど、この全部上まで締めるじゃないですか。その時のここの首のモフモフの当たるところめちゃくちゃいいんですよね。なのでこれ今ちょっと上上げちゃうともうマイク使えないので、ちょっと一回上げてみるんですけど、まあ、こういった感じでですね、結構あの僕首が結構長い系ではやらせてもらってるんですけど、その僕でも結構首詰まるんですよ。ってことはこれだいぶ上まで来るので、絶対この顎に当たるんですよね。で顎に当たった時にこの内側がマイクロフリースやから、痛くないというかふわふわ感があるんですよ。この辺とかもいいと思いますし、多分これはどんな方でも絶対顎当たると思うので、まあ、多分嬉しいんかなと思うんですが、結構ねこの高さが嫌っていう方もいらっしゃるので、まあ、この辺もあの一長一短やと思うんですけど、まあ、それぐらいちゃんと守られてるっていうような感じになってて、で、次のデメリットに行きたいなと思います。デメリットが2つあるんですけど、1つは最初言ってたみたいにその首が高いんですよね。だから、まあ、僕ほんま首結構長いと思うんですよ、まあ、自分で言うのもあれやけど、これパッて見てもらったら、まあ、短くはないじゃないですか、これぐらいあったりしたら。やのにそれでも、あ結構上まで来るなっていう感じがあるから、これ首短い人って言ったら言い方悪いかもしれんけど、あの首がごつい人とかは結構これもう鼻ぐらいまで来るんちゃうかなって、そのほとんど隠れてるようはなんていうんですかね、よくあの男性雑誌の後ろの方にある手術しませんかみたいな、なんかこんな感じになるかなと思うので、ちょっと人によったらここはデメリットかなと思いますし、あと次はですねやっぱ重さですね。結構重いですよ。どれぐらい重いかっていうと、ちょっとこれマイク邪魔やからつけますね。
まあ、どれぐらい重いかというとですね、まあ、そんな着ててめっちゃくちゃ重いなっていう感じはしないんですけど、あの普通のこういうジャケットって結構ノースフェイスから出てるやつはもうちょっと登山に特化してるやつが多くて、それこそオールマウンテンジャケット、このマウンテンジャケットにオールって名前が付いたやつあるんですけど、そんなんとかやったら、500g 以下ぐらいであるんですよね。で 500g 以下っていうとやっぱ軽いんですよ、めちゃくちゃ。で逆にこのジャケットやったら 800g 以上あるので、そう考えると約倍ぐらい重さがあるっていう風になってるので、他のアウターとかで比べると、あのバルトロっていうジャケットがあると思うんですけど、バルトロで900とかぐらいなので、ほぼほぼバルトロと変わらんぐらいの重さになってます。まあ、なので多分もともとそんな軽量に作る気じゃなくて、ある程度もう最初言ったみたいにスペックめっちゃ入ってるじゃないですか、搭載されてるから、そういうスペックとかをモリモリに盛り込んでるから、あんまり軽さとかは追求しないようなジャケットになってるっていうのが多分これの意図やと思うので、まあ、軽さを求めてはる方なんかには、それやったらオールマウンテンジャケットの方が軽いし、こういうベンチレーションとかそういう同じようなスペックがあったりするので、まあ、そっちの方がいいんかなっていうところで、次におすすめの人ですね。これどんな人がおすすめなんかっていうと、あのまあちゃんとした頑丈なアウターが欲しいとかっていう方にはこれ結構おすすめで、それこそあのさっき言ったみたいに多少の重さはあるんですけど、もうちゃんと結構がっつり機能も入ってるし、でしかも生地も分厚いんですよね。だからこう着ててちゃんとアウターを着てる感もあるし、でなおかつどんな気候でも着れるから、まあ、ちゃんとしたアウター着たい方とかやったら、もうこれは間違いないというか、もう定番というか、もうノースフェイスのマウンテンジャケットってもう一番なんていうんですか、定番の名前つけてるじゃないですか、まあ、それぐらい間違いない。変ななんかあのなんとかライトジャケットとか、なんとかスーパーとか、なんか変なのついてないから、まあ、ほんま定番の名前バシンってつけてるぐらいから、多分自信もあんねやろなと思うんですが、まあ、そんな感じになってるっていうのと、あとこのジャケットってあの持ち運びができるようなタイプじゃないんですよ。さっき言ったみたいに重いし、あの重量感があって、もうどっちかって言ったら1回着といたら1日中着てるようなジャケットになってるので、例えば持ち運びしたいんやったら、さっき言ってるみたいなオールマウンテンジャケットとか、そういうコンパクトに収納できる袋がついたりするんですけど、これに関してはそんなについてないので、もう1回着たら朝から晩まで着ますせみたいな、例えば仕事やったら外で1日仕事してはる方とかにはもうめちゃくちゃおすすめやと思いますし、あとそれ以外にやったら普段プライベートで友達らと一緒に旅行行くとか、あとまあそれこそ彼女と紅葉行くとかっていう時に、その1日外おるじゃないですか、そんな時やったらこれ脱ぎ着するタイミングないと思うので、まあ、紅葉の時とかルミナリエとか、そんな時にはずっと着れると思うのでいいかなと思うんですけど、水族館デートとかになってくると、これじゃなくてもうちょっとこう脱ぎ着のしやすいような感じの方が、まあ、着やすかったり脱ぎ着やすかったりするんかなとかって思ったりするし、あとは買い物デートなんかもちょっとマウンテンジャケットやと重たいっていうか、まあ、ちょっと脱ぎ着しづらいかなみたいな感じでは思うので、まあ、そんな感じの時には使えるんかなというふうに思いますということになっているので、最後サイズ感っていうか、着用動画見てもらって終わりにしたいなと思うんですが、僕178-65kg で M になってます。でちなみに L になってくるとだいぶでかくて、中にいっぱい着込んでる時はいいんですけど、次例えば中をロンティーだけにしたりとかした時はもうブカブカになってたんで、僕は M サイズをチョイスしてます。まあ多分 M ぐらいが僕の身長ぐらいの方だったらちょうどちゃうかなというふうに思いますね。はい、ということになってますので、本日はですねノースフェイスのマウンテンジャケット1年間使ってみてという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。